はい、どうもどうも。じゃあそしたらまた3問目やっていきます。で、組み立て情報の3問目ってことでやっていきます。まあ、また問題はね、同じで A 割る B はってことですね。 A 割る B の小と余りを求めればいいんですけども、こんな感じですね。今回ここ見たら、お、一次式を今度ラッキーになります。で、X-K の形になってます。はい、ちょっと今度こっちに注意してもらいたいですね。まあ、とりあえずやってみますか。ここの係数1かけます。次マイナス10って書いたら、これ間違いですね。これやっちゃいけないんですよ。これは×なんでか。これは x3 乗の項があって x1 乗の項になってますね。この間に抜けちゃってるね、 x2 乗の項っていうのは。なのでこっちに書かれてない x2 乗の項は考慮しなきゃいけないね。 x2 乗の項書いてないんだけど、こっちには書かなきゃいけないんですね。順番に書かないといけないルールなんで、こっちにはないから0って書いてくる。ここにね、x2 乗の項がないんですけども、ないので0っていうふうに書いてくる。そしたらあとはね、同じようにx1 乗の項でマイナス10ですね。で、こっちにこういうふうに書けます。そしたらあとはここの部分にこの2っていうのをね、書きます。で、今回やりませんけども、もしね、 B がもしですよ、これもし B が x プラス2ってなってるとしたら、これはここプラスですから、これ前、こういうふうに区切って書くときはマイナス2って書かなきゃダメですね。これはいいんですけども、マイナスなってるんで2だけ書けるんですけども、もし x プラス2っていうふうになってたら、これはですね、 x プラス5マイナス、あ、違うわ、 x マイナス括弧マイナス2って形で表せますよね、これは。だからその x マイナス、もともと x マイナス k の k をね、ここに書くわけなんで、この場合の k はここマイナス2ですね。なのでマイナス2っていうふうに書いてあげてください。ここちょっと間違いやすいと思うんで、スラスラできるとちょっと間違いやすいんで、今回は問題入れてませんけども注意してくださいね。そしたらこの場合はもうこれやったら、あとは普通に解けばいいんで、ちょっと手順確認しながらもう一回やると、ここが1下ろしてきますね。で、ここ掛け算するから2、1が2です。で、ここ足し算するから2ですね。で、ここ掛け算するから2が4ですね。で、ここで足し算するからマイナス6で、掛け算してマイナス2、6、12とやって、ここ足し算するからマイナス10だと、こういうふうに出てきて、今度は別に何もしなくていいんで、一番右のところがですね、ここ余りになります。で、こっちが小になるので、 x0 乗の項、 x1 乗の項、 x2 乗の項ってなりますね。なのでこの答えは x2 乗プラス 2x マイナス6、これは小になりますね。で、余りっつうのがマイナス10になります。さあ、できたでしょうか。まあ、3問ぐらいやればね、慣れてきたと思うんで、こんな風にして組み立て情報をね、解いていったらいいかなと思います。まあ、あとこういうところね、ちょっと事情のところをミスっちゃうかもしれないけど、最初のうちは、まあ、試験じゃなければ、最初のうちはこの自分でやってみて、これ1の次マイナス10書いちゃったらちょっと変な風になる。別に解けるけども、ここに数字が出てくるんですけども、本当に合ってるかな、ちょっと確かめてみるといいかなと思います。で、まあ、筆算さんでもしてみれば確かめられるんで、ちょっとやってみますか。一応筆算さんも練習しなきゃいけないんで、やってみますか。ただ筆算さんになる時も
ここでね必ず開きますよね。こうやって書かないですよね、筆算書くときに。だからそれと同じことですね。ここに筆算をそのまま書いちゃうと間違えるんで、開けて書いてると思いますね。で x-2 ってやって、こう x2乗を立てて x2乗を -2x2乗ですね。あ、2乗じゃねえや。ここがいいな。ここが x3 乗ですね。x3 乗。で、やっぱ筆算間違えますね。ちょっと、あんまりね、好きじゃないんですけども。これで、次は、あ、そっか、引き算して、ここで、引き算するから、+2x2乗ですね。ここちょっと間違いやすいけども、+2x2乗です。で、ここを下ろしてきて、-10x かな。で、今度は、+2x かな。そうすると、まあ、あっち見ちゃえばね、こっち見ちゃえば、答え分かっちゃうんだけども、未来でやると、2x2乗を、-4x かな。で、これ、引き算して消えて、ここは、-6x になりますね。そうすると今度ね、ここを下ろしてきて、+2ですね。そうすると、-6 かな。そうすると、-6x、プラスの、2612ですね。こうなってきますから、ここが消えて、ここ -10 っていうのが出てきますね。さあ、ちょっとここギリギリまで行っちゃってるけれども、見えますかね。そうすると、ここ -10 があまりに出てきて、こっちの小ですね、この小、合ってますね。一致してますので、これ、確か組み立て情報も合ってたなってことになります。で、初めて組み立て情報をやる人は、やっぱりこのやり方合ってるかなって不安になると思うんで、ちょっと最初めんどくさいなって思うんだけど、こういうふうにね、今までやってた、筆算の形で解いてみて、で、ここの章と自分で解いたね、章が合ってるかなとか、この余りが合ってるかなってちょっとやってみると、この組み立て情報のやり方に自信が持てると思うんで、いきなりパパってやって、パッてこう試験に取り組むんじゃなくて、やっぱちょっと練習をしてから使うと間違いが少ないかなと思います。間違いやすいポイントは、まあ、主に2つあってですね、今回やったように、ここ、x3 乗で2乗がないやつとか、ここまあもちろん1乗も同じですね、1乗がないやつとかね、そういう場合に必ずここ0で補填してあげてくださいね。0で埋めてあげないとずれちゃいますからね。なんでこれずれちゃうかっつったら、これがもともとね、x3 乗、2乗、1乗、0乗っていうふうに、まあ、文字はないですよ。係数だけ見てるわけですね。こっちも係数見てるわけですよね。こっちが x0 乗、1乗、1乗ってことで、係数の順番で見てますから、その順番は必ず合わなきゃいけないんですね。っていうのと、もう一つのポイントはこっちですね。ここに係数があった場合に、この係数でね、くくってあげて解いていくんですけども、最後くくってあげた係数でここをね割らなきゃいけないよっていうところを忘れないようにしてください。はい、そんなところで、まあ、組み立て情報を使えば、まあ、あともう一個ね、最大のポイントはこっちですね。この B の式っていうのが一次式じゃなくちゃいけないよっていうのが、まあ、この組み立て情報の最大のポイントになりますから、この部分は必ずね一次式でなきゃ使えませんので、これ二次式とかでなんか使えるって思い込んで使っちゃってるとね、これ全然違う答えが出ちゃうんで、これ必ずね一次式だよってところは覚えておいてください。こっちは何次式でもいいけども、こっちはね一次式じゃないと使えないんで、それがちょっとネックなところですから、はい、しっかりこのポイントをね押さえておいてください。そしたら今回組み立て情報のやり方を終わります。お疲れ様でした。